またやらなきゃならないの俺。Think something new under sun. You can't take back them things you already done, done. No. You know it's time. It ain't nothing changed. アルパインクライマーの佐藤祐介です。山登りを始めたのは、高校山岳部からです。大学に入ってからアルパインクライミングとか、まあ、山中心の生活に入ったという感じで、それからが、まあ、楽しくなりましたね。もう本当に全てそこの中心が山で、その後でこう家族もいるみたいな、もうイケイケでしたよ。クラスターとか危険を求めてやってんじゃなくて、まあ、最終的にはやっぱやよかったみたいな、そういう楽しさとか充実感を求めて、まあ、山をやってるんだと思いますけどね。まあ、一番好きなのは知らないことを知ることなんですよ。未知なものを見つけるっていうのが一番好きなんです。アルパイン系はやっぱり楽しいと思うからやってるんだけど、それだけじゃ済まない部分はあるし、リスクと向き合うところはやっぱ当然ありますね。で、周りがどんどん死んでいくわけですが、毎年のように年に一人ずつ死ぬみたいな。やっぱりある程度のレベルのことを、まあ、僕らは結構限界というかギリギリのところ狙ってやってるつもりなんで、それはね、僕ら当然そんなとこ行かなければ知らないんだよ。知らないんだけど、やっぱりある程度リスクも覚悟でギリギリのところやりたいっていう、そういうトライを続けてると、いつかそこに会っちゃうことはあり得るなっていうふうには未だに思ってますね。頂上、はい、もうすぐ頂上です。一歩目、飛ばされるかな。俺もかなり力入っちゃってる。なんか行くぜ、行くぞー。2019年2月にパタゴニアで事故を起こしまして、フィッツロイトラバース、フィッツロイ山群の8つのピークを、まあ、継続しながら一気に登ろうという、そういう計画で、パートナーはジャンボと、2人で行っていたんですけど、入山 2,3 日後に懸垂加工の失敗で 50m 滑落というか墜落して、でたまたまね、こうテラス、斜めったテラスに引っかかって、助かったらしいです。っていうのは、実は事故があった時の記憶は実はなくて、ひどいことに、帰国する時ぐらいまで入山した記憶さえなかったです。これネットですね。 50m で、まあこれ割れてショックを吸収したんですよね。
事故でここがもうビリビリに破れたんですけど、それを今こう補修して、とりあえずここだけ補修すれば使えるやんって使ってます。まだまだ全然いけますね。でその後のレスキューもすごい恵まれていて、ジャンボをはじめ現地にいた周辺のクライマーが手伝ってくれて、まあ、それにレスキューの技術もある方がたくさんいたので、たまたま生かされたと。1ヶ月ぐらい寝たきりで入院していて、まあもう歩くのもちょっとやっとみたいな。で、日本に帰ってきたんですけど、なんだろうな、半年ぐらいでガイドレベルでは実はできる体にはなってたんで、できるんだけど、まあ今までの感じとは違った風に山と付き合えばいいんだって思ってたんだけど、いざねそういう生活をしようと思ってもできないですよね。自分の中で新しいこととかチャレンジしないっていうのは本当つまんねえよな。今までねモチベーションだけは誰も負けねえみたいな感じで突っ走ってきた感じなんで、普通の生活しようと思うと逆にもう何もできないみたいな、もう完全に引きこもり状態で、まあガイドはやってるんですよ。でも自分の休日はもうなんかクライミング行くわけでもなく、ハイキング行くわけでもなく、なんかこう家にいるとか、クライマーとして終わってるっていうか人として終わってんなみたいな感じで、クライマーを諦めたようなそんな精神になってましたね。6月ぐらいに仕事に行くときに急に車の中でもうやりたいことが次から次へとこう浮かんできて、あーこれは人生楽しいなみたいな。でその時に、あ俺復活したなみたいな。体は全然なんですけど心は結構回復したなみたいな実感がありましたね。最近はもうもっと楽しく身のあるクライミングをしたいなっていう感じに、まあ、移行してますね。それは自分のクライミングでもそうだし、ガイド登山でも完全にそうかな。まあ人は変わるもんですね、確かに。まあ何かのきっかけでねどう変わるかはちょっと分かんないけど、みんなあるんだと思います。でみんな、僕もねこう自分がこうモチベーション下がっていくっていうこと自体あんまり考えられなかったけど、逆だって当然あるんだと思うんですよね。きっかけはこのリフォームですね。まあ中古物件を買って、僕とか家族がこうやりたいようにやるといくらってやるとすっごいお金かかんなみたいな、ちょっとじゃあ自分でやろうみたいな、やると決めたらこう結構やっちゃう方なんで、もうリフォームを本格的にやりだしたら僕に休みは一日もなかったんですよ。体はすごいね大変なんだけど心はすごい充実してて、何でもかんでもこうやろうみたいな、新しいこともやろうみたいな感じで、水垣でね仕事普通にやってたんですけど、それだけじゃなくてこう開拓的なガイドで新規開拓プランみたいなのを5ルートぐらい作って、完全に開拓はね楽しいんですよ。なんかガイドなのに僕自身も結構ワクワクしちゃうみたいな、このあと何みたいな。すげえ難しくなくてもいいんだけど、うわなんだこの洞窟みたいなのあんじゃんみたいな、
これからいろいろなんか楽しみ増えるなみたいな気がしてます。自分の登山について言えば、荒人神やるきっかけになったのは実は仲間がトライしてたからで、昔から荒人神っていうのはこうなんていうかな、憧れというかね、でも自分は怪我して遠い存在だったんだけど、彼らもいいクライミングしてるから俺も頑張りたいなとか、モチベーション上がってきて、いつまでもこううじうじしててもしょうがねえなみたいな、とりあえずもう やってみようみたいな、そういう気にさせてくれたのはやっぱ仲間の存在もありますよね。俺はね、クライマー、まあ、クライミングが好きな人はみんな仲間だと思ってるから、クライミングがね大好きなんですよ。で、まあ、最近なんだろうな、またこうやる気出てきて、もう来年はまた3回遠征行くぞみたいな、なったら今度嫁さんはやっぱこう復活してきた時はなんかやる気出てきてる感じで喜んでたのもつかの間、なんか3回行くみたいなこと言ってるみたいな、今度復活したけどちょっとやりすぎみたいな状況に今はなってるんじゃないですかね。もう本当あれですよね、極端なんだよなちょうどいい感じでなかなかちょっと収まれない感じかな。すごいもう楽しみでしょうがないですけどね、早く遠征、まあ遠征というか、まあ自分の知らないところに行ってみたいです。